滝沢秀明氏のジャニー氏の闇を乗り越えた勢いと謎に迫る。平野市王神宮寺雄太との合流でファン歓喜バワハラ式強制仲直りに集まる注目の奇跡奇跡。ジャニーズアイドルの平野紫王と神宮寺雄太が滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテインメント会社、株式会社トべに合流し、大きな話題を呼んでいる。 元ジャニーズ事務所副社長である滝沢氏の勢いは止まることなく、ファンの間での人気も絶大だ。一方で、ジャニー北川氏との闇の問題には滝沢氏は言及せず、その対応にも注目が集まっている。渡米への合流と大歓喜の奇跡。滝沢秀明氏が設立したエンターテインメント会社、株式会社と辺。 は、ジャニーズ事務所出身のアーティストたちが集結し、勢いを増している。7月2日には元 V6 の三宅健が合流を発表し、どうなのかには元 k n g o p スの平野潮と神宮寺優太も合流を発表。さらにファンクラブとインスタグラムの解説を発表すると、ファンは大歓喜の渦に巻き込まれた。 YouTube の生配信の同時視聴者は100万人を超え、ファンクラブは入会待ちが12時間も続くほどの人気ぶりだ。さらに、平野市洋と神宮寺ゆうたのインスタグラムのフォロワー数も解説からわずか10日で、神宮寺が203万人、平野は347万人という驚異的な数字を記録している7月17日現在。 また、噂されていたように、イムパクト ORS の7人も、グループ名を新たに、イムップと、しとべに合流した。彼らの合流は、ファミリー感漂う映像として、とべの YouTube に生配信され、さらなる盛り上がりを見せている。ジャニーズ事務所との会になる、問題。滝沢氏が、ジャニーズ事務所から独立し、 戸部を設立した背景には、ジャニーズ事務所に対する批判的な問題が影響していると言われている。特に、創業者のジャニー北川氏、去年87、に対する課外問題が、ジャニーズ事務所に影を落としていると指摘されている。ジャニー氏の課外問題については、多くの人々が事務所に説明責任を求め、 藤島ジュリー稽子社長による記者会見を求める声が根強くある。しかし、滝沢氏はジャニー氏の後継者として、かつてはジャニーズアイランド社長として活躍し、後進の育成に努めてきた存在でもある。ジャニー氏からの意思を次、ジャニーズ事務所に貢献した一面も持っている。それだけに、滝沢氏のジャニー氏の課外問題に対する姿勢には関心が集まる。 滝沢氏はジャニー氏の周囲で活動してきたため、ジャニー氏の闇の部分については多くを知っているはずだが、これまでテレビ局や新聞社の取材要請を全て断り、コメントを避ける方針をとっているとされる。ジャニー氏の課題問題について滝沢氏がコメントしない理由には謎があり、その背景には過去に後輩に対してキスの儀式をさせたという発言などが挙げられる。 滝沢氏自身もかつてはそのような過激な指導をしていたとのエピソードがあることから過去の行動に対する説明責任を避ける姿勢をとっているのかもしれない。滝沢氏の奇跡とバワハラ式強制仲直り。滝沢秀明氏は2016年のテレビ番組に出演した際にバワハラ式強制仲直りについて言及していたことが報じられている。 この場は原式とは、喧嘩した後輩同士を仲直りさせるためにキスさせるという方法だ。滝沢氏は壁を一つ越えるためにキスしちゃえよって、キスさせますね、と発言し、当時のスタジオを驚かせていた。後輩たちにとって滝沢氏は絶対的な先輩であり、言われたことには従わざるを得なかったという。しかし、 この発言は後にパワーハラスメントにも該当するとされ、問題視されることとなった。当時はこのような発言もあり、今よりも意識が低かったとはいえ、滝沢氏自身にも若干の闇があったのかもしれない。滝沢氏のジャニー氏の闇に対する謎。 滝沢秀明氏はジャニーズアイドルの育成に尽力し、ジャニー北川氏の意志を受け継ぐ存在として多くのファンから尊敬を受けている。しかし、ジャニー氏の課題問題に対する滝沢氏の対応は注目されるところである。滝沢氏はジャニー氏の闇の部分について多くを知る立場にありながら、一切のコメントを避けている。 かつては後輩に対して過激な指導を行っていたとのエピソードもあることから過去の行動に対する説明責任を避けるためではないかとも言われている。戸米への合流とジャニーズ事務所との問題に関連して滝沢氏の今後の動向にも注目が集まる。彼のジャニー氏の闇を乗り越えた勢いと ジャニーズアイドルたちとの新たな活動に対して、ファンは期待と興奮を抱いているのである。